あ、インボイス制度ですね。はい。インボイス制度。これ、ちょっと僕も、調べてまとめますよね、これね。結構面倒なことになるので、常々僕が言ってるように、結局大事なのは何かというと、皆さん一人一人の時間と労力なんですよ。でね、余計な、その、もう継ぎはぎの税制で、わけのわかんない、その、軽減税率だったりとか、なんかそういういろんな余計なことをつけることによって、さらに人の時間と労力をこう無駄にするっていう、この、なんていうかな、国家経営の分かってなさっていうのは本当にひどくて、もう一番皆さんの時間と労力を無駄にしちゃいけないのに、それを無駄にするっていうことは実際に、国の富を作り出す。富っていうのはお金じゃないですからね。消費税がお金で考えてるから、で、お金が、富だと思ってるから、お金を集めなきゃいけないっていう風になっちゃうんですけど、それによって何が失われてしまうかというと、人が活動しにくくなると、人の時間と労力が無駄になってしまう。軽減税率とか、それからそのインボイス制度によって人の時間と労力が無駄になってしまう。富の本質ってのは、そういう皆さんの時間と労力を使って作り出す実体価値が富の本質なのにもかかわらず、お金という実際富でも何でもないもののために、その本当の富をこう生まれなくしてしまうっていうのが、本当に間違った考えで、そういう考えでは国家経営ってできないんですね。そういう分かってない人たちがやってるっていうのはとてもこう由々しき問題だと思います。